はい、おはようございます。本日はですね、久しぶりに夫婦で Vlog を撮っていきたいなと思います。お揃いのバルトロコーデということでね、行きたいなと思います。レッツそれでは奈良着きました。今からはですね、ちょうど12時ぐらいから昼ご飯を食べたいなと思います。昼ご飯は、君の大好きなね、お寿司行こうかな、寿司行こうかなと思って行く？行くってことは、お寿司にね行きたいなと思います。店はね、僕適当に決めてますので、その後初詣に行こうかなと思ってますけど、はい、OK？ OK。 はい、じゃあおみくじ引いてね、そんな Vlog にしたいなと思います。レッツゴー。なんだ。いつもさ、食べるとき姿勢いいよな。あの寿司屋のお寺、マグロ、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったですか？美味しかった。一番何が美味しかったですか？何が美味しかったかな、うん、でも普通マグロめっちゃうまかった。あ、マグロのあたりってあんまり少ないもんな、うん、エビも美味しかった。エビめっちゃうまかった。ちなみに君が食べた小肌で最後やったよ。次の人、うん、小肌って言ったけど、うん、もう切れてますって言ってた。あ、そうなんだ。別に食べたくてっていうか、あの間違えてきたんだけどね。まあ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 、そう言わんとさ。なるほど、ホタテも食べれたし。あ、五重の塔です。へー、お、ちょっと雪がさーってなってる。綺麗です ね、 ね、こっちから通るの初めてだね。ほんまやな、いい景色やな、うん、なんかホットコーヒーでも飲みたいな。確かに、スタバーでやってます。動かへんのこいつ。ほぼ困った。ほらこれ見て、うまい、塩みたい。雪降ってるな。うん、全然カメラで映ってないわ。ほう、こうやってダウンジャケット見たらわかるわ。すごい吹雪いてるけどね。全然映ってない、ほら。本当だ。はい、ということで2年ぶりの春日大社へ、近づいてきました。こんな感じです。昨年はね、住吉大社に行って、僕が確か小吉かなんかで、嫁像が今日やったっていうことでね、今年はどんな結果が出るでしょうか。楽しみですね。あえてね、正月を外してね、1月の18日か、今日は18日にね、参拝したっていうことなんですけど、こんなガラガラ、普段めっちゃ人いてるんですけどもね。そことかいつも先頭の後ろ、ガーだもんね、うん、何百人何千人って並んでるけどな、この後ろ、うん、今日はいてません。そしてこの春日大社でおみくじを引くことで、我が家は今年1年スタートするということでね。だいたいこれは付き合ってる時からやってる風習やねんな、俺らは。お、見えてるか？なんか神秘的やな。もう雪と、正月と仕様が違う。あ、本当だ、ここなんだ。おみくじのところが再生になってる。へえ。いつまで祈ってんねん、この人は。
なんて祈った？たくさん祈っちゃった。なんで？欲張りやから。欲張りやから。なんて祈った？言わない、言えないけど。言わんの？言わないよ。そうか、おみくじしようか。ほんなん、いきます。一斉ので、あ、小吉。二人とも小吉。ルルー小吉です。まあ大したこと書いてないよな。なんか俺毎年小吉な気するな。決めよう。ん？急げば回れじゃないよって。どういうことや。最初の芯には貫いてくださいって。ああ、はい、ということでね、2人とも小吉だったということなんですけども、あなたはどうでしたか。いや、いいんじゃない。いい話だった。うん、悪くないよ。俺も悪くなかったよ。え、でも君ちょっとあの言葉に気をつけなさいって感じだったけど。あんまいらんこと言うなって書いてたな。いらんこと言うなって書いてあったよ。セカンドチャンネルやめやなあかんかもしれない。ずっと喋ってるから、あれ、うん、あんまいらんこと言うなって。そうか、うん、気をつけて。了解しました。まあ旅行はすぐした方がいいってことやったんでね。うんうん、まあ旅行は早くした方がいいかもしれないですね。まあまあそうね、気分転換にね。はい、では最後は池見ながらスタバ飲むっていう感じでいいですか。うん、鹿にもね。鹿せんべいあげんの。あげよっか、人少ないしだって。俺をあげへんわ、見とくわ俺は。あ、そう、遠くから。逃げろ、来たぞ。いや、周りから寄ってきた。来たで。え、ほらペロペロして来たで。え、やばいんだけど。来たよ、来たよ。来た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 。はよあげよ、はよあげ。早く出て。うわ、来い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 。ほら、来た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 。寂しそうにこっち見てる。申し訳ないけど、あの子だってもう開けたもん。しつこかった。しつこかった。どの世界でもしつこいやつは嫌われるよ。そうか、まだちょっと実はあったん、ストックしてた。まだこんなにあるよ。行けば、行けば、君行けば。せんべいばあさん。もうあげたね、もうあげたね。いいよ、もうあげた。もう狙ってんで。もうこの子あげたもん。もうないよ、もうないよ。狙われてる。ごめんね、ごめん。どうでしたか、暑いですか。先生超疲れた。疲れますよね。まだこいつついてきよるし。もうないって、もうないって、本当にないって。信じてない。信じて、もうないから。バイバイ。で、君一枚あげたしな。はい、ということで、おみくじも引いてね、コーヒーも飲んだんですけども、今年はどんな一年にしますか。うん、まあ、毎年言ってるけど、元気で健康で楽しい一年にしたいです。なるほど。まあ、僕もね、今年はいろいろ移動します。日本全国いろいろ移動しますのでね、まあ、元気に、健康で回れるようにということで、行きたいなと思います。ではまた今年一年もね、嫁蔵さんもいろいろ出てもらうと思いますが、はい、ぜひまたご協力の方よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということで本日はですね、夫婦で一緒に初詣で行ってみたということで、終わりたいなと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。